はい、今回はリクエストで、動体視力のトレーニング方法を紹介します。で、以前に、一人でやる動体視力のトレーニング方法を紹介したことがあるので、今回は2人でできる動体視力のトレーニング方法を紹介します。で、今回も100キロのヨギボーこと、大塚さんにお越しいただいてます。どうぞ。お願いします。よし、じゃあ早速始めていきましょう。はい、よろしくお願いします。で、以前、まあ、一人でやるときにしっかりこう自分の指を動かして、それをしっかり目で追うやり方をしたんですけど、二人のときはさらにその効果がアップするんで、やっぱり一人だと自分で動かす方向が分かるんで、まあ、その分追いやすくなる。二人でやるとどう動かすか分かんないんで、もう指先にしっかり目を動かす。顔じゃなくて目だけ。なるべく目だけ動かす。そう。おいいね。おついてこない。そう。顔が動く。まあ、多少は大丈夫。まあ、こういう感じで、まあ、2人でやると結構楽しくもできるんで、次はボールを使ってやっていきます。まあ、ちなみに先ほどのは、大体10秒から20秒で、2、3セットを行ってください。で、今度はボールを使って、今度は目だけじゃなくしっかりその見て体で反応させる、そういうトレーニングになります。これがボール投げるから、それを目で追ってしっかりこうポットキャッチ。どうぞ。ね、そう。体を動かして。体を動かして。しっかり目で追って反応して。あ、そう。こう転がしてきて。あ。簡単にできるものなので、ぜひ挑戦してみてください。で、次はボールを、投げてもらって、で、それを避ける。まあ、これはちょっと自分がやっていきます。スピードは？もう徐々に速く同じ。
まあ、しっかり集中して行うようにしてください。で回数はだいたい20から、30回で、2セット程度で大丈夫です。これはちょっと違うんですよ。だいぶ間違ってます。